はい、どうもコミです。さてね、本日はヤマモンズさんからちょっとね、動画をお送りしたいと思うんですけども、まあ、私今勉強しにね、ちょっと滞在をさせてもらっております。で、まずね、動画に入る前に皆さん、ヤマモンズさんってご存知の方いらっしゃいますかね。いる方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうには思うんですけども、ちょっとね、クラン説明を。ヤマモンズさんって私ね、関西クラクラクラブと昔からこう交友があって、クラッシュネクストとかね、いう大会には合同で参戦したりとか、まあ、そんな風なね、交流をずっとこう続けさせてもらってます。で、まあ、つい先日もね、ハッシさんの前回動画を YouTube に上げたんですけども、本当にね、上手い方が多くって、で、まあ、今回私もね、そういういろんな戦術や考え方をこう勉強したいと思ってお邪魔してるんですが、これをね、見てほしいんですね。まずここ、紹介文ですよね。91連勝が最高ですよと。俺、こんなね、クランってなかなかないですよね。91連勝って、普通、まあ、20連勝もしたら、うわ、すげえなーっていうレベルじゃないですか。それがね、91連勝ってもう異次元ですよね。もう何ヶ月間勝ち続けたら91になるのかね。これを抜くには逆にどれくらい時間かかるんだっていうレベルのね、そういう偉大な記録だと思うんですけども。全体のね、クラン対戦の戦績も本当に高いんですよ。こんな感じですね。ダーッと緑がこう続いていって、赤がちょっとだけあるっていう感じ。で、この赤も、ここからもう下ないですよね。この赤もね、見てください、これ。同数の星で負けてる。で、これも同数、全部同数なんですよね。これはね、もうやっぱりこのクランのね、強さは物語ってると思うし、まあ、ざっとこう見てもらっただけでもね、本当にレベルが高いクランだっていうのがわかるというふうに思います。というところでね、私が、一緒にこう対戦させてもらってる中で、うわ、これはと思ったね、この全開アタックを、まあ、本日から2、3日分かな、かけて、お届けしていきたいというふうに思いますんで、早速ね、一人目、ご覧いただきたいというふうに思います。で、まあ、先日ね、ハッシさんの攻めはね、まとめてこう上げさせてもらったんで、今回は、ちょっとね、クランの別の方のね、攻めに、こう、フォーカスをしたいというふうに思うんですが、まずここで、リリさんですね。リリさんのこの攻撃、ちょっとね、見てほしいなというふうに思います。で、これもね、見てもらいたいポイントっていうのは、編成ですね、まず。で、この編成と、その編成で持ってってるユニットの使い方。で、クイヒーからの、ペッカネクロボーラーっていう形ですね。で、ジャンプを2枚と。いうことで、まあ、星2からのね、全開を狙っていくっていうプランニングですね。で、これまず、すごい利点としては、やっぱ今ね、ネクロが強くなってますよね。で、このネクロが結構少ない対数でもいい仕事をしてくれるんですよね。見てもらうと分かる通り、今12時1時側、ネクロがね、1体しかいないんですけども、全然いい仕事をしてこうね、しっかりサイドカットの仕事をボーラーと絡み合ってやってくれてますよね。で、9時側も同じような感じ。で、これからペッカとネクロとボーラーがね、こうまとまって、一気にこう陣の中に入っていくんですけども、これね、結構噛み合うんですよ。ネクロとペッカとボーラーが。前にもね、クランじゃないわ、タウンホール11かなの、このような編成を一回開けたことがあるんですが、結構ね、これ万能です。で、中から出てきたのは、援軍、これ、アイゴで持ってってますよね。で、しっかりね、ギガテスラのところでトームを打って、あとは、もう、惰性でこう、押していくんですよね。外周側は、もう、1体出した、ネクロとボーラが押していく。で、中にはね、ネクロとペッカと、あとヒーロー部隊が、きっちりこう、ヒーラーにね、ついてきてもらいながら、押していくという格好で、もう、ここまで来てね、まだ、72% 残ってるんですけども、惰性のような形でダーッといけちゃうんですよね。もう呪文も何もない中で残り 30% 削るにはパッと見た感じね、これ厳しいんじゃないかなっていうふうにも見えるんですけども、いけてしまうというところですね。で、何がね、この戦術のその安定感を生み出してるかっていうと、ユニットのね、この編成のバランスなんですよね。まず、ペッカーが2体、全軍の、ね、その最前線に張ってくれてますよね。さらにババキンもいれば、まあ、3体重量級ユニットがいて、こいつらがネクロ本体をまず、攻撃から守ってくれますよね。で、守ってもらってるネクロがどんどんスケルトンをこう生み出していく。で、生み出したスケルトンが足速いんで、
ペッカとかねババキンを追い越してどん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 こう防衛施設に食らいついていくんですよね。そうするといくらタウンホール12 の, あの防衛施設とはいえ、例えば大砲なんかレベルが上がったからって、スケルトンを2体いっぺんに倒すとかいうことは当然できないじゃないですか。なんでね、オーバーキルしちゃうわけですよ。で、オーバーキルしたダメージっていうのは、まあ、言ってみれば得しますよね。こちら側からすると。なので、スケルトンが、ペッカやババキンを守ってくれて、で、その守られたババキンやペッカっていうのが後ろから続いてくるボーラー、あとはネクロ本体っていうのをね、こう守るっていう、すごいね、バランスが取れた、その編成になってるんですよね。で、さらに、傷つくとそこをヒーラーがすかさずこう回復するというね、もう完全な、防衛というか、まあ、守りのサイクルが出来上がってるんですよ、この編成。ちょっとね、もう一回見てほしいと思います。そこの点にね、よく注目してほしいんですけども、まず、クイヒーからいきますね。まあ、このクイヒーの目的っていうのは、一番はサイドカットですね。本体を突っ込ませる際に、まあ、クイヒーを少しでもこう絡めて、先にね、歩かしておくと、クイヒーが歩いてきた側っていうのは、もう綺麗に、カット化されている状態になりますので、ユニットがそっち方面にはそれませんね。で今回は、この11時ぐらいかな、から半時計回りに回してるんで、もう、11時、12時側にはユニットは流れない状態ができてますよね。でそこでバスターを放って、どんどんバスターで押していくと。でこれもうまいですよね。あの火力がまあ集中はしてるんですけども、まあ、この辺、こんなにもう密集しまくっちゃってどうしようもないってわけではないですね。なんで、前進してきたバスターもしっかり盾になってくれて、中から入って出てきた、アイゴレだったり、ペッカーっていうのがしっかりターゲットを取っている間に、スケルトンが後ろからどんどんね、コエラを追い越しながら前に前に進んでくるという格好ですね。で、あとは、そのままね、ターンホールギガテスラかなのところの辺まで、入ってきて、で、きっちりトームで回避した後はもう惰性で押していけちゃうという格好ですね。こうやってネクロがね、どん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 こう、スケルトンを中心部で出していくじゃないですか。こいつらがね、ここまでこう食らいつくぐらいしっかり、いい前進を図ってくれてるんですよね。で、こういうところにダメージが入ってるうちに、後ろからペッカとかね、ババキンがヒーラーに回復されて体力を満タンに戻し、で、またね、スケルトンがターゲットを取ってる間に、どん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 後ろからね、ボーラーが押していくというね、いい感じのサイクルがこう出来上がってるのがわかりますね。で、さらに、ネクロ、あの、レベルが上がってね、生み出すスケルトンの数が、単純に増えただけじゃなくって、一発一発の魔法のこう、魔法というか、まあ、遠距離攻撃かな。これのダメージも当然上がってますんで、苦手なね、ウィズドなんかでもヒーラー1体付けはこうやって、もう差しの勝負なら全然あっという間にね、処理してくれちゃうと。で、終盤になってきて呪文はないんですけども、ネクロのスケルトンがいったおかげで、全然あの他のユニットがピンピンしますよね。ここでもう完全にヒーラーが足止めされちゃうんですけども、もう十分ね、体力を残したユニットたちが、最後の区画まで一気にこう入り込んで、全開まで持っていくということができるというね、この編成って、あのタウンホール12だけではなくてね、あの11でも全然あの使えるし、もしかしたら10でもいけちゃうかもしれないですね。というところでね、一つ自分の戦術のレパートリーに加えておくと、まあ、クイヒーボーラーとかね、そういうクイヒーからの主力を中心部に流し込む戦術を使っている方っていうのは、選択肢の一つとしてね、十分覚えておく歌詞のある編成だと思いますんで、ぜひね、このリリーさんのアタック、記憶に留めておいてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。おっと失礼というところでね、本日は失礼しますが、またね、これからも引き続き山本さんのアタックを、数回上げさせてもらいますので、ぜひぜひ、ご視聴お願いできればというふうに思います。ではまたお会いしましょう。バイバイ。